聞かせるトレーニング講座100回目といたしまして、まあ、ケーブルクロスでやるバッキュームですね。この間このケーブルクロスの動画見せて、載せてたらコメントの欄にそれでバッキュームやってくれとかいう書き込みがあったのでちょっとやってみますね。これすごく気持ちがいいんですよね。まあ、ケーブルクロスは胸の種目って決めてかからないっていうのは、まあ、一つの効かせるトレーニングですからね、腹筋も効かせることができますしね、引きによって効くところが変わってくるってことですね。つまり、物を持ち上げたり動かしたりするときは使う筋肉っていうのは人によって違うんですね。一番細くなベンチプレスであっても、まあ、肩に効いてしまう人とか三頭筋に効いてしまう人とかですね、まあ、中にはっていうか多くの人は大胸筋に効くんですけどもね、まあ、ベンチプレスだけで胸が発達する人っていうのは大体、肩が後ろについてて胸がもともと張ってる人とかですね、まあ、見る前からこの人ベンチが効くなっていうのは大体わかるんですよね。だから、ベンチプレスだけが胸を発達するさせる種目ではないっていうことですね。まあ、腹筋を鍛えたかったら、まあ、腹筋を意識すると、大胸筋を鍛えたかったら大胸筋を意識すると、まあ、種目にこだわらずに、意識っていうのを大事にするっていうのは効かせるトレーニングっていうことで、まあ、100回目いかがでしょうか。最後バッキュームやってみますね。まあ、バーベルではなく筋肉を動かせって感じで、聞かせるトレーニング講座、これにて100回目終了いたします。